はいえーとですねえっ、ー、とお笑い日本代表ということでねまああの今ね存命の方で組みましたけどね本当は志村さんとかね入れたかったですけどねまあ一応存命の方でね今現在いらっしゃる方でね組んでみましたうーんまああのそうですよ 意外とねね女性が面白くなかったんだよ、ね、滝沢カレンをギリギリ入れた感じでね本当にあんまりベンチに入れたくないぐらいだったけどまあでもあまりにもねちょっと男性すぎちゃって男性がやっぱこれぐらい面白いのが男性のがやっぱ面白くなっちゃうのかなまあ僕の意見だけどうーんじゃあちょっとね今日1日目ということでね5分間のだ,かだからねじゃああのどうしようえっ、ー、と まあうん、やっぱ戦士さんからね、戦士さんはやっぱキーパーであってほしいなっていうね、全部拾ってくるもんでね、うん、別に、うん、そうだね、パンチングで、キャッチングは全くできないんだけどね、パンチングができるんでね、まあ、ちょっと、やっぱ一番後ろに寄ると、安心感がやっぱみんなに比べたらあるかなって、全部拾ってくるからな、うん、全部拾えるのは多分ン手さんだけかな、日本で。 面白さとか関係なくて全部拾うんだったらパンチングだけだったらもう選さんが日本一んじゃないかなあのは橋本と橋本君っていう橋本潜崎く君っていうのがいてと迷ったまあ橋本君は絶対スルーするもんでね千手さんは絶対スルーしないんでまあまあキーパーかなほんでねやっぱ歴史に全部 お笑いの歴史とか全部ね全部しデータ持ってるしそうデータも持ってるんでやっぱキーパーかなデータも持ってるしうんそうだねやっぱりそういう感じかなでまあディフェンスニュー X だねやっぱり松本さんダウンタ松本さんとねまあ、よちょっと後ろにいる感じになるんだけど そうだねまあちょっとねこのフォーメーションもめちゃくちゃだけどねちょっとまだまあ、毎日ちょっといろいろ変えていこうかなと思うけど松本さんと組んだ方がいいんじゃないかななんかわ、まあ、からんけどね何とも言えないけど松本さん基本待ちだからね待って待ってボケて組んでで突っ込まれるもしくは突っ込みして組んで僕と僕は、まあ、もうまあ全ポジションいけるんだけどうーんまあ 一応今回はこの,この,この今日の動画では一応守りに入りましたねちょっと難しいからねいろいろとあの本当悩みますねこれはん難しいなだから毎日やっていく毎日やるかわからないけどまあどんどんコロコロねちょっと考えながら4年後に向けてねちょっと考えていこうかなっていうねあみんなの謎なのはあと赤松さんと ドアリーマンジマルだろうけどドアリーマンジマルはユーチューバーだもんね完璧な赤松さん一応ね地元のお笑いの人なんでね y o u t u b e ブでもあるけど、まあ、名前を、うん、あとはみんなあ山崎っていうのはアンタッチブル山崎で岡村矢部さんねナイナイさんだもんねそれはで太田さんあの爆笑も爆問で北野さんは北野武さんだもんね で江頭さんはもうね岡野的なねあの前田的なもう後半なんか後半でも前半でもいいと思ってんどんどんかけましていくね前前線をねそんな感じなんだよね面白いかっていうとちょっと僕は面白い方に入ると思うけどなんかなんていうかもう,そう,いうそういうタイプっていうか、ね、うナダルはもうなんかねもうえばもうちょっと今第1回なんだけど5分間にしようかなまあうんまあそういう感じかな。 うん、多分同割が下ネタでどんどんいってくんじゃないかなバン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 バーってね唯一っていうかね下ネタだって専門だもんでねまあそうだね一人でボケで一人で突っ込むから万次丸はアフレコだからな基本的にトーク僕全然見ないからマンジマ丸のさんの面白いけどね、うん、すごい天才的なんでとにかく天才って感じがするんでまあいろいろオマージュが多いけど までもなんかあの独特な感じは面白いんだよね。じゃあまた明日か。はい